皆さんこんばんは。空席以外は全て満席で、ありがたいことでございます。ようこそ社協会に、お集まりいただきましてありがとうございます。まあですね、こういうアクリル板というかパーテーションみたいなものをやっておりますけれども、私の顔見えますでしょうかね。見えます。まあ、あんまり見えないぐらいはちょうどいいのかもしれませんけれども、今日はですね、本当はインドに実際にこう住んでらっしゃった先生が来てお話をしてくださる予定だったんでございますけれども、どうしてもちょっと都合で、今日は来られないということでございまして、急遽ですね、代わりに私祐天寺の竹内と申しますけれども、代わりにですね、少しお話をさせていただきます。よろしくお願いをいたします。急遽ですね、先週でしたかね、代打でこう出てくれと言われましたんで、どうしようかな、何のお話をしようかなと考えたんですけども、おそらくその先生はインドに実際にこう住んでらっしゃった、まあ、貴重なですね、インドのお話が聞けるんじゃないかなと思いましたんで、さっきプリントをですね、配らせていただきましたけども、私もですね、10年ほど前にインドにこう研修といいますか、このお釈迦様のこの足跡をたどる旅というか、そういったツアーに行ったことがございまして、その時のですね、まあ、こういう新聞をこう出したんですけども、ちょうどそれが出てきましたんで、まあ、なかなかずっと住んでたわけではありませんけれども、まあ、簡単にですね、このインドのお話をさせていただこうかなと、そういうことで今ですね、プリントを用意いたしました。まあ、時間がですね、限られておりますんで、ところどころ端折りながらお話をしていきたいと思いますけれども、10年ほど前ですかね、この日本寺の解散40周年ですとか、そういった記念の年がありまして、その時にちょうどこうインドに今、研修に行かさせていただきました。まあ、結果的にはですね、まあ、本当に行ってよかったなと。なかなかですね、自分でこうインドにすぐに行くっていうことが難しいこともありますので、そういった大勢のツアーで行きましてですね、本当にありがたかったなと今でも覚えております。ここに写真等もですね、ありますけれども、まあ、一緒にですね、こうインドにこう旅行に行ったような気持ちで、お話聞いていただければと思いますけれども、今日はパスポートいりませんので、まず初日ですね、バンコクにタイに行ったんですね。直接インドじゃなくて、で、このバンコクに行きまして、この時ですね、行ったのが1月の終わりぐらいですね、1月21から29まで、行っていたんですけれども、まあ、こっちはですね、すごい寒い時期でしたけれども、向こうはですね、とっても暑くて、ね、まあ、本当に日本の夏のような気候でございまして、空港降りた時からこうもわっというような、まあ、東南アジアの匂いといいますかね、ああいった感じがいたしまして、で、ここでですね、まあ、簡単な、まあ、団結式といいますか、そういったものをいたしまして、この時はですね、前の薬師寺の御前様の安田先生という方とご一緒に行きましてですね、まあ、とてもいいツアーでございました。で、次の日ですね、22日、バンコクからガヤっていうのは、ブッダガヤのところですね、ここに、まあ、飛行機で、3時間ぐらい、かけて行きました。で、このガヤ空港っていうのは、いわゆる羽田とか成田とか、そんなに大きいものではございませんで、本当にちょっとした駅のような、そういうところでございまして、まずカルチャーショックというか、びっくりしたんでございます。まあ、インドに行ったのが初めてでしたね、私も。こんな小さい駅じゃない、空港なんだなということで、ただですね、空気がとってもきれいでびっくりしたんですね。もっとこうもわっというような空気をイメージしていたんですけれども、本当にこうすがすがしいような感じでございまして。でそこに書いてありますけれども、ですね、入国審査がありますね、海外に行くと。で、まあ、普通はというか、こう制服を着たこう係の人がいるのが当たり前だと思っていたんですけれども、待っていたらですね、農作業するような感じの、まあ、おじさんが
来まして、入国審査やってくれたんですけども、まあ、もう一人後から来た人もそういう普段着で、ございまして、あ、こういう入国審査があるんだなということをですね、感じました。で、まず最初に言ったのはこのブッダガヤっていうところですね、お釈迦様の、まあ、最大の聖地でございまして、お釈迦様がお悟りを開かれたところですね、ブッダガヤというところ、まあ、仏教最大の聖地でございます。写真が、表のこの一番上に、ですね、みんなこう拝んでいるような写真が子供たちの上にあると思うんですけれども、これが、菩提樹の木があって、その下に、ここからちょっと見えにくいんですけれども、金剛宝座という、まあ、お釈迦様がお悟りを開かれた場所ですね、そこがですね、ございました。綺麗なこう宝座、まあ、座るところですね、台座みたいなものがございまして、で、まあ、ここでですね、実際にこのお釈迦様がお悟りを開かれたんだなと思いますと、まあ、本当にこう大きな感動がございました。そして、左の方にこう大塔という塔がありますけれども、これがまあブッダガヤにあるんですね、大きな塔がで、この周りでは、まあ、日本に限らずですね、いろんなところから、まあ、仏教徒がこう、まあ、東南アジアのお坊さんですとか、そういった方が来ておりまして、熱心にですね、こう礼拝、をしていたことを思い出しております。で、まあ、立ったりこう座ったりして、礼拝をしていたんですけれども、そのまあ、なんていうんですかね、こう専門のこうマットといいますか、そういったものを使いましても、何回も何回もこう立ったり座ったりしてですね、代表しておりまして、で、自分はじゃあこれだけ熱心にやってるかなと、まあ、ちょっと反省の念にも駆られたことを思い出しましたね。で、この上の写真ですと、みんなこう拝んでる様子があるんですけれども、ここでそのいろんな国の、まあ、お坊さんたちと一緒にですね、まあ、お勤めしようということになりまして、まあ、言葉は分かりませんでしたけれども、一緒にこの金剛宝座、菩提樹の前で、お勤めをいたしました。本当に、まあ、忘れられない思い出になったなということでございますけれども、でその時にですね、まあ、たまたまなんですけれども、これも、私が大学の頃に、お世話になっていた先輩がおりまして、その人は、仏教大学という京都の、金閣寺のそばにあるのは仏教大学というところがあるんですけれども、私は巣鴨にある大正大学というところでございましたけれども、浄土宗の総本山の千代院というお寺が京都にありまして、そこで一緒にですね、まあ、お仕事をしていたことがあるんですけれども、その方とそのインドのこの菩提樹のところでばったりといいますか、あったんですね。で、その人は、またブッダガヤに別なお寺があるんですけれども、そこのお寺にこう年にですね、数ヶ月ほど、まあ、滞在してお寺を守っているということで、で、この時の、まあ、私たちが行った時の法要に呼ばれたんだよと言って一緒に来てですね、この時も、まあ、何年かぶりに再会したんですね。で、日本でもなかなか、まあ、会うことがなかったのに、まさかこんなところと言いますかね、まあ、インドの地で会うなんて、本当にこのお釈迦様のご縁を感じたところでございました。そして次の日、23日は、どこ行ったんですかね朝からそう肌寒い時だったんですよね。で、インドっていうのは私はもう年中夏、真夏、日本でいう、まあ、7月、8月みたいな気候がずっと1年中続いているんだと勝手に思っていたので、まあ、着ていくものですよね、サムエっていう、こういう、なんだろうな、お掃除する時のこう格好があるんですけども、で、夏冬と2つ私持ってるんですけども、まあ、夏物でいいだろうと思って勝手にこう夏物を持って行って、本当に後悔をこの時しました。暖房がホテルでもなかったんですよね、なのであるものですね、全部着込んで、マスクしたり帽子かぶったりして、本当にこう防寒するんだなということをですね、初めてこの時に思い知りましたけれども、寒い日もあるんだなということを感じました。
で、この日にですね、まあ、日本寺に向かいまして、この40周年ですとか、それぞれの30周年記念、そういう記念法要に参加をいたしました。でこの時もですね、まあ、ブッダ街にいろんなお寺が、日本だけじゃなくて、ミャンマーとかそういったいろんなお寺があって、そこにですね、お坊さんがいるわけですけども、そういった方たちと一緒に、お勤めをいたしました。で、この後ですね、子供たち、まあ、幼稚園みたいなものがあるんですね。でそこの子供たちが、まあ、お遊戯会のようなものを見せてくれまして、劇のようなものをですね、私たち見せていただきました。で、その後ですね、日本から持っていった写経がありまして、その農協の法要というものもいたしまして、この写真がちょうどありますけれども、この農協の塔みたいなものがあってですね、この中にこう集めた写経をですね、収めたんですね。私も何枚かもらいまして、この中にですね、収めさせていただきました。で、その後は、スジャータさんっていう、もうすぐ浄土絵ですね、12月8日がお釈迦様が、お悟り開いた日ですけれども、浄土絵が、まあ、このお寺でもありますけれども、苦行をしていたんですね、お釈迦様が。でその弱っていた時に父がいを施したスジャータさんっていう、なんだっけ、コーヒーに入れるスジャータさんもありますね。あのトラックが走ってたりしますけども、あの、スジャータさんがいた村っていうところに行きまして、で、そこからですね、お釈迦様が苦行されたお山が見えまして、まあ、そこまではとても遠かったので行けなかったんですけども、まあ、あそこで、ご修行されたんだなということですね、言いましたね。そして、その後沐浴、お釈迦様が沐浴をされた二年禅河という川がありまして、次のページに行きますけれども、この時はですね、全部、まあ、あの乾いてまして、川には全然水がない状況でございます。なのでこの川のそばまで降りていきまして、この川の、まあ、全然水は流れておりませんけれども、あ、ここで沐浴されたんだなというところまで行きました。で、まあ、このあとですね、夕方この日本寺に戻って、毎日とお勤めをですね、夕方されてるんですけれども、そこに一緒に参加をさせていただきました。この時はですね、確か2人、女性のお坊さんと男性のお坊さん2人、まあ、その日本寺に行ってずっとですね、守ってらっしゃった方がいましたね。そして、次の日はラージギルというところに行きまして、これはオーシャ城という、まあ、都が、お城があったんですね、昔。で、ここでは、まあ、私たち浄土宗で大事にしておりますのが無量寿経とか、観無量寿経というお経があるんですけれども、あと、まあ、有名な法華経というものもあります。これらが説かれたお山がございまして、領寿泉というんですけれども、わしのくちばしのような、てっぺんがですね、頂上が、そういったお山がありまして、この写真が、本当にこう見ますとですね、鳥のこう口のような、本当にこうなってるんだなということをですね、感じました。で、ここずっとこう山を、登っていきまして、頂上で、まあ、みんなですね、お周りにいたツアーの皆さんでこの般若心経を今のように、お勤めをいたしました。で、この山を下っていきますと、お釈迦様のお医者さんがいたんですね。当時その病院の跡というものもございまして、まあ、あの建物はありませんけれども、ここに病院があったんだよということをですね、見ましたね。で、その後、昔ビンビサーラ王という王様がですね、アジャス、王子様、息子のアジャス王子という、まあ、王子様に幽閉された、閉じ込められた、牢獄というものがあるんですけれども、これは観無量寿経というお経に出てきますけれども、そういった牢獄の跡もあったりですね、それとこのビンビサーラ王が寄進されました、仏教の最初の、まあ、少女ですね、お寺竹林少女
祇園精舎というところ有名ですけれども、竹林精舎というところもあったんですね。でここに本当に、まあ、竹林がありまして、まあ、昔のものではないですけれども、あここに、お寺があったんだなということをですね、感じたところでございます。それからその次午後はですね、西遊記玄奘さん、三蔵さん、玄奘さんというお坊さんがいるんですね。この西遊記のモデルになったです。その方も学んだというナーランダ大学というところがございまして、まあ、レンガがたくさん、ございましたけれども、とっても広いところでございました。で、この後ですね、バイシャーリーという町に移動したんですけれども、まあ、渋滞がありまして、ちょっとじゃあバスから降りてくださいということで、みんなでですね、バスを降りまして、そしたらまあなかなかこう日本人の観光客というのが珍しいのか、そのまあ町といいますかね、村にいた子供とか大人が集まってきまして、いろいろですね、お話をしまして、まあ、何言ってるかこっちは分かりませんけど、身振り手振りでですね、お話をしまして、ここはいつも混んでるんだよというようなことをですね、お話をしたんですね。で、で現地のガイドさんというのはインド人のガイドさんも日本語ペラペラだったんですけども、で彼らはですね、とっても貧しいけれども決して不幸ではないんだよと、明日のことは神様が決めてくれるから何にも心配しないんだよということを言っていたんですね。私はですね、まあ、こう着るものもなかなかこうない貧しい、暮らしをしていることの子供たちのことをかわいそうって思ってしまうこともありますけれども、実はですね、幸せに暮らしているんだということを聞いて、まあ、改めてじゃあこの幸せっていうのはどういうことなのかなということもですね、考えさせられました。で25日はアショーカ王という、まあ、王様が昔いたんですね、インドに。でその王様が建てた石塔を見学に行きまして、でとってもですね、綺麗な彫刻がたくさんありました。で紀元前、まあ、こういう綺麗なものを建てられて本当にすごいなということですね、感じましたね。そして、次はですね、ケッサリアというところに行きまして、まあ、お釈迦様が最後もうここには戻ってこないと思ったんですね。振り返ってこの町の様子を見たということが言われました。で、ここに、大きな塔が、大塔がありまして、まだ発掘途中だそうでございますけれども、ケッサリアの大塔というですね、とても大きな塔がございました。で、その後クシナガラというところ、ここはですね、お釈迦様が亡くなられたところ、涅槃に入ったところですね。ここにクシナガラというところに向かいました。で、このなんかクシナガラは、サラ宗樹の花の色というということもありますけれども、まあ、そのサラ宗樹の、まあ、あるところですね、お釈迦様が涅槃に亡くなられたところでございます。で、この1月25日というのは、実は、まあ、浄土宗を開かれました法然上人様が往生された日、まあ、亡くなられた日なんですね。で、まあ、たまたまこの1月25日の法然上人往生の日で、その時にですね、まあ、たまたまこのお釈迦様の、まあ、亡くなられたところ、涅槃のところに行けたということ、なんだかですね、この不思議なご縁を感じたところでございました。そして、26日、ここに書いてありましたね、クシナガラで亡くなって、そこにサラの木があったんですよということ。でここにはですね、涅槃堂という、まあ、お堂がございまして、中にこうお釈迦様の涅槃像というこう横になった像がございました。でここは、まあですね、攻めてきた人から守るために、近くの川に、ずっと沈められていたということをですね、お聞きをいたしました。で、このそばにある、まあ、ダビ塚というのはお釈迦様がダビ、いわゆる仮装ですね、されたところもございました。
で、その後ですね、お釈迦様の遺骨が8つに分けられて、各地にこうストゥーパ塔が建てられたんでございますね。このストゥーパっていうのが今の外塔っていう、お墓の後ろに建てる塔っていうのがありますけれども、外塔っていうのはこのストゥーパから来たんですね、由来ですけれども。そして、この後は、今度はお釈迦様がお生まれになったところ、ルンビニですね、ここに行きました。だいたいこのお釈迦様の聖地っていうのはインドが多いわけですけれども、このお生まれになったところは今はですねネパールなんですね。なので、バスで、国境を越える、まあ、初めての経験でございましたけれども、そのですねネパールとインドの境で、まあ、バス降りてですね、なんだこの入国審査ですね、いたしました。で、釈迦族という、まあ、お釈迦様がいらした釈迦族のお城がございまして、で、ここからお釈迦様が出家したんだよということを説明がありまして、で、お釈迦様のお母さんですね、マヤグリンというまだお母様でございますけれども、まあ、そのお部屋の跡もあって、でそこにですね、この時ろうそくがもう何本もこう立って、まあ、供養ですね、おそらくろうそくがこう灯されていたことを、覚えておりますね。そして時間大丈夫かな、27日は、これお生まれになったところですね、ルンビニ園というところ、ここにも先ほどのアショウホウという、有名な王様の塔がございました。石柱ですね。そして、ここに、左に、まあ、大きな写真がこう集合写真みたいなものがありますけども、これがマヤ堂というところですね。で後ろに立っているこう塔棒みたいな、ちょっと見にくいんですけども、これが石柱ですね、まあ、昔建てられたもので、まあ、きれいに残っておりました。で、このあとですね、またネパールからインドに戻って、最後の目的地はこれはベナレスですね、南の方の町に、行ったんですね。最終日は、ガンジス川のそばのホテルで、朝早くですね、まあ、夜明け前に、起きて、ガンジス川にみんなで行きまして、この沐浴の風景を見ました。船に乗ってですね、まあ、すごい大きいんですね、ガンジス川って向こうが見えないぐらいとっても大きい川でしたけれども、実際にこの船で川に出まして、皆さんですね、ヒンズーの方々が沐浴しているところを見まして、まあ、私もちょっと寒かったんで沐浴は、ね、できなかったんですけれども、この船から手を出してこうちゃばちゃばこう川の水だけは触りましたけれどもね。で、まあ、すごい綺麗な、そしたらこう夜明けですね、朝日が昇ってきまして、本当に綺麗なですね、ところ風景を見ましたね。で、この後ガンジス川を後にしてサールナートというところに行きまして、ここはですねお釈迦様が、まあ、お悟りを開いた後に初めてこう説法を、されたところでございますね。最初にこう一緒に苦行していた、まあ、仲間たちに、お話をするわけですけれども、まあ、そのそばにですね、博物館がありまして、まあ、日本のこういう、仏像とは、まあ、お顔がちょっと違いますけれども、インドのですね、ああいったお釈迦様のきれいな像がございまして、本当に印象に残っておりますね。で、このお説法のところには左側にこれ写真がありますけれども、こういった、ダメック塔といういわれる塔が立ってございました。で、ここがですね、お釈迦様が、まあ、お悟りを開いて、実際にこのお説法を始めたところ、まあ、仏教のこの教団が、まあ、成立したところですね、このサールナートというところ、書店法輪といいますけれども、初めて法輪を転ずる、このお釈迦様の教えを初めてこの説いたねというところがこのサールナートというところでございました。まあ、ここからですね仏教が広まって、まあ、今ここにこう私にもこう伝わってきたと考えますと、本当にこう感動をいたしました。で、ですね、この後
近所のお土産屋さんに、まあ、最後寄って、あれをベナレスの方の空港から帰ってきた、ですね、まあ、お土産屋さんいろんなものが、なんだっけ、シルクですね、インドのシルクっていう綺麗な絹かなのものがあったりですね、あとそのこのぐらいのこういろんな仏像が、ありまして、私がもうどうしても欲しいものがあってこれが欲しいというものがあったんですけれども、結構ですね、私お金を使っちゃってですね、これが欲しいんだけどということで、まあ、予算がまあ足りなかったんですけれども、まあ、ルフィもじゃあ日本円も全部出してるよって言われて、まあ、全部ありったけ全部出して、まあ、そんでも足りなかったんですけれども、じゃあしょうがないから次来た時に払ってくれればいいよって言われまして、ちょっとおまけをしてもらってですね、お釈迦様のこのその書店通りの初めてこのお説法した、まあ、このぐらいの大像ですけどもね、ちょっとおまけてもらって、買ったことを思い出しますね。まただから行ってちょっと払わないといけないんですけども、今私の部屋に飾ってあります。本当にありがたかったなと覚えておりますけども、まあ、全体これでですね、まあ、通して、まあ、なかなかこの一人でこうインドに行くっていうのは難しい、ところがありました。本当にこのツアーですね、行けてよかったら、まあ、初めは大丈夫かなと、まあ、水もですね、まあ、違うでしょうし、食べ物も大丈夫かなとちょっと不安なところもあったんですけれども、カレーはよく出ましたね、いろんなカレーがあったり、あとタンドリーチキンとか、あとですね、いろんなこう、まあ、ホテルに着くわけですけれども、そうするとそのスタッフの人が、コーラを用意して待ってくれたり、コーヒー用意して待ってくれたり、あとですねチャイっていうものがありますね、まあ、スパイスの効いた紅茶みたいなもの、あれがですね、本当に美味しかったな。日本に帰ってきて、まあ、買って飲むこともあるんですけども、やっぱりあっちの現地で飲んだ印象が強いんですかね。あっちでインドで飲んだチャイが本当に美味しかったなということを覚えております。で、私もですね、まあ、大学の先生、恩師なんかにこう、勉強するときにこの机だけの勉強じゃなくて、フィールドワークといって、まあ、実際にこの、お祖師様とかそういったところを訪れる、聖地といいますかね、そういったところをお参りすることも大事なんだよということをですね、教わっておりました。ですので、まあ、実際にこのお釈迦様が実際に歩かれたところですとか、そのいろんな聖地ですね、まあ、お生まれになったところとか、悟りを開かれたところですとか、亡くなられたところ、そういうところにまあ実際にこうなかなかこう行けないと思っておりましたので、本当にこう行けて、まあ、感動したことがございましたね。まあ、なかなかインドに行くのも難しいかもしれませんけれども、まあ、日本でなら例えば誰かの、まあ、お祖師様の足跡をたどるですとか、そうするとやっぱりこう実際にこうここにいらっしゃったんだなということが、まあ、身に染みて感じるということもあろうかと思います。まあ、このですね、お釈迦様のその2500年前にそのインドで遠いところで開かれた開かれた仏教、この日本に伝わってきて今こう私たちにいただいているわけですけれども、私はそのご恩に報いるためにこのお釈迦様の身教えというものを多くの人々に人にですね伝えていかなくちゃいけないな、そういう思いをいたしました。で、最後にですね、安田先生御前様が読んでくださったお歌を紹介して終わりにしたいと思いますけれども、一番最後のところですね、釈尊の伝道されし遺跡を異徳を忍び今日も旅行くというお歌を読んでくださったんですね。これバスの中今でも覚えておりますけれども、釈尊の伝道されし遺跡を異徳を忍び今日も旅行くというお歌をご紹介させていただきました。まあ、なかなか今、まあ、こういった状況ですのでね、海外行くっていうことは難しいかもしれませんけれども、まあ、何かの機会で行く機会があればぜひぜひですね、行っていただければ本当にありがたいなと思います。時間大丈夫ですかね、ちょっと長くなりましたけれども、お話を閉じさせていただきます。ありがとうございました。